はい、原宿メモリアル113週その5でございます。どうもどうもどうも、今日は718回。お、なんか語呂がいいんですか？ないないやん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 、ひどいな。では参りましょう、ロガマズの原宿メモリアル。どうも、なんか最近こう対面方式なのにだんだん昔やってること変わんなくなってきました。慣れてきちゃったんですね、この姿勢にね。あ、うん、一生懸命体をね、そう、いろいろ動かしてる、動かしたりしてるんですけどもね。そうそうそう、まあ実際ラジオ聞いてる方には全然伝わってないっていう、伝わって、伝わるわけがない。ぜひ YouTube を見てくださいね。そうですね、はい、はい、カメラに向かってピースサインしてます。はい、はい、というわけでございましてですね、今回は時事問題、社会問題、はい、と扱っていきますよと、うんうんうん、ね、思い返せば前回は時事問題、社会問題は、まあ、セックスレス、まあはいはい、うん、その前が〇〇の歌その前がネットでの犯罪予告、その前ができちゃった婚、その前がモンスターペアレンツ、あ、やりましたね、などなどやっておりますけれども、うん、はい、今回は、はい、人前でイチャつくのはどこまで許されるのかと、お、ここについて話し合ってみたいなと思うんです、うん、はい、ね、こう街を歩けば、はい、まあ、手をつないでるカポー、カポーね、カポーいます、うんうん、チューしてるカポーもいます、うん、抱き合ってるカポーもいます、はいはい、電車の中で手をつないでまま座ってるカポーもいます。50代とかでもやってます。60代とか70代とかでも、最近目にします。昔のチャーミーグリーンっていうね、あの入れ歯ですか？違うよ。食器を洗う洗剤、あ、そっちか、うん、あれでね、こう、はい、お年寄りのね、うん、夫婦が仲良く手つないで歩く、うん、あの CM がかなり話題になりましたけどもね。でもそれが現実化されてきてるわけでございますよ、うん、でまあ、手つないでるのもチューしてるのもいれば、うん、抱き合ってるのもいれば、はい、なんかもっとやっちゃってるのもいます、たまに。おお、はい、おお、はいはいはい、うん、まあ夏の夜の公園とかだと、もう、うん、おいおいここはホテルじゃないぞ、なるほどね、うん、っていう人たちまでいます。はいはい、どこまで許されるのかと、これね、全くこう個人的なこの主観、うん、だと思うんですよ、本当にそこは、はいはいはい、うん、ただ一般的なルールというものがあるのかなと。ルールって意味だと公然わいせつってのありますけどね。でどこから公然わいせつなんですかね、あれ。おかしいよね、うんうん、だって別に一人でもね捕まることあるし、一人でスポンポンで歩いてる捕まりますしね。捕まりますからね。じゃあなんだろう、そのヒブを見せずに交わっていればわいせつではないんですかね。そこ結構主観なんだよね、やっぱね。だからやっぱ主観なんですよ、そこが。わいせつと思う人が多かったらわいせつなんじゃないですか。 その警官がどう思うかだと思うんですよ、そんなのね。うん、あとブサイクかブサイクじゃないかとか、そういうとこもあって、そこは関係ないじゃない。関係あるんですから、主観ですから。やっぱ見た感じが気持ち悪いと絶対に捕まるんですよ、うん、ね、そうかね。だからなんかすんごいイケメンとすんごい可愛い人がセックスしてたら別に捕まんないんですよ。捕まるよ、それはそれは捕まるよ。そうかな、うん、なんだろう、吉井さんどう思います？どこまでは許します？許すっていうか不愉快になりません？ああ、まあ手つないでんのは全然いいんじゃないか。まあそれ普通に言いますもんね。うん、まあ駅のホームじゃないな、改札と、うん、ところにはよくね、こう別れを抱き合ってのいますよね。抱き合ってのいます、ね、チューもいますよね。抱き合ってのはまあまあお気に入りありかなって。キスはね、うんうん、ちょっとしんどいなってのありますね。まあその辺からですか、じゃあ、うん、まあチュってやってるぐらいなら可愛いけどさ、なんか長いやつですよね。長いやつとかさ、おーい、お前の舌はどこに行ってるんだこの野郎みたいなね。ちょっとね、ベロンベロン。別にこっちもほら見たいわけじゃないからさ、絶対見たくないんですよそんなの。うん、見た女子高生のスカートは見たいけれどもね。
じゃあその辺 の, わあの女性の胸の膨らみは見たいけれども、ほうほうほう、最近ねなんかちょっと話変わるんですけどね、はい、父に目覚め始めました。どういうことですか。ここね半年ぐらいかな、はい、急に、ま、それまでまあ父に興味がなかったわけではないんです、おっぱいに興味がなかったわけではないんです、はい、けれども急にこの胸の膨らみというものに対して過剰なまでの反応を示すようになりましたよ。意味が分かった。おーっおっぱいみたいな感じで。でもまあ母性の象徴っちゃ象徴だよね。まあそうかな。母性を求めてるってことなんですかね、それつまり。まあ深層心理ではそうなのかもしれない。あ、ちょっと前までは求めてなかったのかな。まあでもそういうのフェチじゃないけど、うん、そうな、例えば足が好きだとかさ、うん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 、足首とか足が好きだとか、お尻が好きだとかさ、うなじが好きだとかさ、うんうん、いろいろあります、ね、制服が好きだとかね。それも物になっちゃってますけど、うんうん、制服を着てる女が好きなんでしょ。そう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 、うん、その絶対領域が好きなんです。絶対領域っていうのはスカートとソックスの間のこの短いな、20センチね。はい、そうですね、はいはいはい、だから父に弱いじゃなくって、はい、なんだろう、そのなんかキスぐらいまでならってことですか、軽い、うん、まあ割と一般的な感じじゃないですかね、感覚的に、うん、多分ねその辺だと思うんですよ、うん、まあちょっと厳しい人と抱き合うのもダメかなみたいな。でも抱き合うのがいいじゃないですか、うん、まあ、厳しい人ならねそのぐらいあるかもしれない。自分どこまでできます、ちなみに。まあ、手つなぐぐらいまでですかね。キスはちょっと嫌だ。嫌ですね、嫌です。抱き合うのもちょっとしんどいかな。僕はね、僕はね、見てる分にはやっぱりね、キスぐらいまでなんですよ、うん、で。なんか下手に長いキスをするなら、ここでお前ら脱いでやっちまえと思うんですよ。それはダメでしょ。もう見たくないけど見てやるからこういう風にしてってこういう、ね、こう手と手こうやって見て見ないふりしてるみたいなね、こんな感じでね。まあでも、うん、正味な話ね、例えば AV とかね、はい、ああいうのを見ることがあっても、はいはいはい、生の人間が目の前でしてるのを、うん、見ることなんてないじゃん基本的にさ、うんうん、なんかそれしてるのはまあ獣なわけですよ、人間じゃないんですよこんなのが。よくほらなんか動物がさ、うん、アフリカとかの動物がさ、象とかがさ、うん、こう交尾してたりしてるのとか見るとなんかちょっと笑えると笑えますね。そういうのあるかもね、人間でも同じかもね。いやでも生々しすぎません、同じ人間だって考えすぎたら。だから人間だって思わずに獣だって思ってしまえば笑えるんですよ。あ、まあ、AV のほら撮影場とか多分そんなのばっかりなわけでしょ、まあ、もうあれ仕事ですもんだって、ね、感覚がもうおかしいんだろう、ね、多分麻痺するはずですよ、ね、最初のね数回はすごい違和感あると思うんですよ、あるでしょ、なんでこう撮りながらチンチン立ってんのかな俺みたいなね。なんか、うん、なんであの男の人がやっぱりあの腰を振るなんか間抜けなんだよね。で女も必要以上にあえてますからね、うん、こんなに声を出す女と俺は今まで巡り合ったことがないぞって。ということはなんだ、それは俺が巡り合った女ってのがあの稀な存在なのか、それともお前が稀かどっちかだって考えたらやっぱりその AV 上が稀なんですよね、ということは演技なんですよ。ああ、なるほどね、うん、確かにね。で入れる前からああ言ってますからね本当にね。ちょっと話の趣旨が添えてきてますけども、添えてきますね、人前でいつつくのどこまで許されるのかと。でね、僕もその、まあ、キスぐらいまでかなと思うんですが、はい、自分がするとなるとね、どうなのかなってこうキスしてるとだんだんこうムラムラってくるじゃないですか。おお、はいはい、でも他人が見えなくなってしまう。うん、そうね、うん、キスはエッチの導火線って言葉がありますから。そう、でもまあエッチしたいと思いませんけどね、人前で、うん、だからそこはしちゃいけないわけしますけどね、うんうん、なんかね強く抱き合うのが好き、好きか嫌いかとかそういう問題じゃないんですけど、うんうんうん、そんな告白されてもね。好きなだから、まあ、別にこの動画見てる人が、ねそうなるとは思いませんけども、はい、僕が強く抱きしめたら好きの証拠です。あ、そう、うん、もっと強く抱きしめたならって曲もありましたけどね。そう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 、
だ。もう絶対にもっと強く君を抱きしめたんだ。なるほどね。結構でも、はい、うん、まあ恋愛初期はほらいろいろそういうもうお互いにね、欲望の塊みたいなとこあるけど、ありますね。ある程度時間経っちゃうともうなんかどうでもよくなっちゃう部分もあるじゃない、うん、なんかセックスも大事だけど、うん、それ以前のところがありますよね。手もあんま繋がなくなるしみたいな。あ、でもね、僕手は繋いでいたいんですよ。あ、そうですか、うん、で抱き合うのもね、なんか照れくさくなるんですかね。照れくさくなっちゃうっていうか、何今更みたいな。今更がいいんだろう、おい、こい、こい、こい、くれる、いい、大好きだぞ、みたいな、いい、ペットかみたいなね。うん、難しいな。そう、だから若い人がやってたら、まあ、うん、そういうことを自分も経験してきてるから、ね、やっぱ恋愛は楽しくてしょうがないみたいなのはあるじゃないですか。でもなんか、でも今、40近くの人もね、でも最近多いですよ、本当中年、男子、男性、女性がこうなんかネッチョネッチョな感じでやられたらちょっとやっぱ引いちゃうかな。いや、もうこのおじいちゃんも大人なんだから、ハゲも結構着るし白髪だし、おばちゃんもシミ多いし、まあ小切れだけどシミ多いし、失礼なこと言ってんねって思いながらこの間電車で立ってました、まあでもね、2人が別にそれはね、好き同士で幸せなら全然いいんですけど、そこで注意したら蹴飛ばしてやると思いましたけどね。ねえ、うん、まあ人の見えないところね、ちょっちょやってくださいねって感じですよね、うん、だからまあ取り留めもない話になりましたが、まあ、結局は主観だと、はい、最初の 1,2 分で言ったことが結論でございますよ、こんなのはね、うん、はい、はい、というわけでございまして、原宿メモリー113週はここまで、はい、明日からは114週の予定です。ありがとうございました。